はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はシャドーバースの方、やっていきたいと思います。今回のデッキなんですけども、少し前にね、アーサー王のナーフが、8コストになってたアーサーさんが7コストになったということで、ちょうどローテ落ち、ローテーションで使えなくなる代わりに元に戻すわって感じで戻されたんですけども、アンリミの方でアーサー王は輝けるのでしょうか？ということでね、今回はアーサー王ロイヤル使っていきたいと思います。昔使ってた感じのアーサー王ロイヤルに、最近のカードを追加したといった感じなんですけども、結局そうですね、7コストアーサー8ターン目、スカイフォートレスもしくはレイサムという動きがかなり強力なの で、その動きができたらいいなと思います。ということで今回はこちらのデッキでランクマッチ潜っていきまっしょい。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。さてやっていきましょう。お相手さんはエルフさんと、エルフさんは OTK が怖いところではございますが、先行先行か悪くはないが、メリッサさん返しましょう。クフーリン、いいでしょう。そうですね、アグロってことはほとんどないし、ニュートラルエルフっていう可能性もかなり低いので、そうですね、1コストの動きはなし。これはまあでもエルフで1コストの動きないって珍しいな。1コストの動きがないエルフって結構ね、コントロール後半を意識したデッキの可能性もあるんですが、妖精花、妖精か、これは嫌な予感がするね。OTK ワンターンキルの匂いがしますよ。匂いがするんですか、プンプンですかね。一応先陣の騎兵手に入ったから、序盤に受けた体力、ダメージを回復ができるようになりました。で、体力3なので取れないと思ったんですけど、セルウィンさんが入っていると。なるほど、どういうことですかね。ここはワルツしかないですね。ワルツさん置いておけば、そうですね、体力3までのフォロワーだったら取ることができますと。ぶっちゃけ進化権をどうするかですな。これ進化権を誰に使うかっていうのがかなり重要な気がしますね。お相手さんの4コスト一瞬で行かせてあげるじゃない場合は OTK とかもうワンタンキルのデッキのね、イメージがありすぎて、エルフはもうちょっとそれしか頭にないんですけど、今のところそうですね、なんかワンタンキル系のデッキなのかって感じですね。まだ断定はできないというか、アリア、これはワンタンキルのような気がしますけども、このぜ出してくるんだ。出してくるんだ。輝く周りに導きましょう。しくじったな。じゃあ必殺のマダンからの先陣の騎兵進化で盤面にいっぱい置いておきますか。望みのままに。でもって先陣の騎兵で取りつつ、もうリオートさんは進化権使わないと思うので、 OK で、次はおそらくメリッサもしくはルミナスメリッサ、ワンタンキル系のデッキだったらフィーナちゃんがそろそろ出てくると思うんですけど、フィーナちゃんが出てこない場合はわからないですね。もう手札にないって可能性もありますが、だいたいミニゴブはいると思うんですけど、おそらくミニゴブでゴキブリ、ゴキブリって言うと失礼かもしれないですけど、あれ確定サーチにしてる可能性があるんで、ただフェアリーウィスプを出して対空射撃いきますよ。僕死にませんよ。ありましたね、そんなめんどくさいカード。これ強いんですよ。さよならバイバイ。ならばそうですね、ここはルミナスメイジを置いておきましょう。 6PP で体力20削られることはないはず。逆にお相手さんはこのルミナスメイジを置いておくと、
こっから先指揮官がどんどんただで進化していくので、それは避けたいはず。絶対進化圏を使って突進系もしくはそこら辺で取ってくると思うんで、フェアリーウィスプ、これはなんだ2枚目のフェアリーウィスプ展開していくね。フェアリー、あーエンシェントエルフ、なるほどね、なるほど、ステータスがバカみたいですね。プラスルミナスナイトが邪魔でしかないんで、ここでフェアリー展開してくるのか。なるほど、フェアリーウィスパー展開したらまあ消えちゃうだけなんで、そうですね、こいつはちょっと参ったというか、なんというか2点ダメージは甘んじて受けるか。アーサー王が来たらやるしかないだろう。スカイフォートレスも次ありますし、兵士フォロワーが生き残ってくれれば守護を張れるんですが、ここで死ぬことはないと思うんだがどうかな。これはアーサー王で取るか。あー違う、これごめんなさい、ミスりました。すいません、ミスです。クーフリン進化で良かったですね。これはクーフリン進化で全然良かったです。ちょっと失敗しました。今のはダメですね。もう言い訳させてもらうと久しぶりのアーサー王なんですよ。はい、言い訳です。お相手さんの7ターン目、一応守護が1体クマちゃん出てるので、ここから20点削り切るのはかなり難しいはず。進化圏が1個あるので、黒いやつがね、どうなの、あいつの名前なんだったっけ。黒いやつの名前がね出てこないんですよ。どうしましょうか。フェアリーウィスプをただただ展開に持ってくるのか。カラドボルグ守護がセルフ、お前は俺の獲物になった。なるほど、取って、なるほど、ですね、そうですね、これは、まあ、一応1体残ってるのでスカイフォートレス行きましょう。四天使の剣とかは入ってないと思いますし、そうですね、これ取りつつといきましょう。アーサー王2枚目が来たはいいものの、クーフーリンもう1枚出しちゃってるんで、クーフーリンさんは次出ないですね。レイサムさんが来てくれると助かるんですけど、レイサムさんが来ない。フェアリーウィスプ、自然の導き、手札が悪いみたいだな。手札が悪いか、黒いやつを走らせてくるための予備なのか。ここからフェアリーウィスプは消えていく。フェアリーサークル、ここで3連打されたとしても生きてるぞ。おっ、四天使の剣入っているのか。これはまたちょっと珍しいデッキですね。大体のデッキに入ってないんですけども、これは、OTK されたくないので、OTK じゃないような気がするんですけど、一応ね、一応のこと考えてこれで置いておきます。次は、もしメリッサさんが生き残ればルミナスメイジもできる。これはきついな。これはきついな。いや、これはきついな。これもう確実に OTK じゃないって分かったので、守護はもういいか。消えろ。でもってリオードさん、偽りを切り裂く。で、全てはこの日のためにってやった後、陰服天中悔やんでも遅くて、そうですね、ルミナスメイジを潜伏させましょう。さて、これで、強者の威風はランダム攻撃力が一番高いフォロワーですし、どうなんだこれは。ユグドラシル万象の顔アリアの、あーオーマイガー。こういったオーマイガー。おっと、レイサムさん、こんにちは。約束の地を目指して。ダメだね、これ。リオードさんってもう3枚使ったんだ、僕。
あ、そっか、最初に1枚出して今使って最初のアーサーでって3枚か。いやー、こいつはまずったな。一応展開はしてあるんですけど、なんだっけこれ、天狗の異形だっけ、なんかそんな感じのやついたよね。あいつが怖いけど。大変なことになってない？大変なことになってない？フェアリーリスク消えちゃうよ。え？え？何がやりたかったの？誓いの刃をここに刺さねよ。で、全熟はしておかないときつい。取りまして。で、当たらなくていいのかな。いや、当たっといた方がいいのか。当たらないと全力できないわけだ。OK、 これで全儒教なので、なんだっけ、天狗の異形、なんかそんな感じのやつでも死にはしない。アーサー王、まあまあいいんじゃないですか。あ、勝ちです。お相手さんが一体どういうデッキだったのかちょっと分かりませんが、まあ戦えるってことは戦えるみたいですね。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。